今朝のコメンテーターは郵便学者内藤陽介さんです。内藤さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。今朝もお着物ですが、はい、またこれがね、落ち着いてる中にも涼やかさがある色なんですね。 ありがとうございます。これ基本このグレーなんですが、そうですね、銀ネズみたいな感じで買ったんですけど、ちょっと多分生地がいろいろメーカーさんによって違うと思うんですけど、ちょっと青みがかった感じで、そうなんですね、だから涼やかなんだ、はい、見える感じがね。そうだと思います。はい、でその上には袖なしの黒の、はい、袖なしっていうのもあるんですね。ほとんど貝原雄山とかあるいは、ね、稲川淳二さんとかどっかで見たこと確かにこの前テレビで、もう稲川淳二さんのね、怖い話の、そうリサイタルのなんか告知かなんかやってて、もうそういう時期にそろそろなってくるんで私も怖い切ってっていうのは去年ね、そうですよ、お出しになりましたから、はい、袖なしっていうのもあるんだな。ありますね。結構古着なんかで見てると、昔の方ってどうしても腕袖丈が短いんで、普通にそのアンティークのやつ買っちゃうとこう袖が出ちゃうんですよ。それで結構古着なんかと袖落としちゃって売ってたりすることもあるんで、そんなの時々1、2枚買ってるんですけれども、はい、長いと暑いしね、長い暑いしずっちゃうし、ずっちゃう、やっぱりあと下がこう出てきちゃうとちょっとみっともないので、そうするとやっぱりこう袖落としたやつとかってのはありますよね。そうなんですね。はい、さて、ニュースが入ってきておりまして、5時台にもお伝えしました、イギリスの豪華客船タイタニック号の残骸を見る観光ツアー中にカナダ沖で行方不明になった潜水艇タイタン、アメリカの沿岸警備隊が日本時間の今日未明、無人探査機が海底のタイタニック号近くで破片のようなものを見つけ、潜水艇の一部だと断定しました。でこの破片はタイタニック号からおよそ500メートル離れた場所で見つかり、潜水艇の後ろの部分など大きな破片が5つほど見つかったといいます。で沿岸警備隊は見つかった破片は潜水艇の耐圧室が破壊されたことを示しているとして、乗っていた5人の生存は絶望的だという見方を示しました。今回の事故なんですけれども、これは内藤さんはどういうふうにご覧になりますか。まずな5人の方、とりあえず今のところ死亡確認されてないんで、1日も早く発見されて、仮に亡くなったとしてもご遺体の収容は、していただかないととは思うんですが、それとは別にそもそもこんなつらかったのかっていうことの方が驚きましたよね。驚きましたね。でそれで一人何ですか、数千万かな、3500万ですよね。いやで逆にあれなんですね、タイタニックもこれだけ話題になってるけど、ずっとその放置されたまんまで引き上げとかは、検討もされなかったんですね、ですね、ここまで ね、なんかそれこそ引き上げてどっかの博物館とかそういうのが展示されてそうな気もしてたんですが、すいません、全然この辺無知で、とにかくひたすらそもそもこういうツアーがあったことから始まって、いろんな驚きの連続でございます。今回ですね、この111年前に氷山に衝突して沈没した豪華客船タイタニック号、海底まで見に行く観光用の潜水艇、これに事故が起きたということのようですが、18日の午前、海中に潜った後連絡が取れなくなり、アメリカそしてカナダの沿岸警備隊などが懸命の捜索を続けていました。そして21日にはですね、前の日に続いて海の中で音のようなものが感知され、音を感知した海域の周辺に遠隔で操縦できる無人の探査機などを投入して捜索を続けたということです。で、今回何度申し上げますけれども、アメリカの沿岸警備隊が捜索していた海域の海底で潜水艇の破片を発見したということで、残念ながらですね、乗員は絶望的というふうに言われてますが、その前にはですね、この5人が乗った潜水艇、緊急用の酸素など96時間生命を維持できる装置が備わっているということで、時間との戦いなどとも言われておりましたが、内藤さん、これはおそらく残念ながらという感じなんでしょうね。そうでしょうね。であと、あくまでも報道なんか見る限りだと、かなりこれ管理がずさんだったということを言われてますよね。耐久性が問題があるんじゃないかとかで、検査を、主張したそのスタッフがクビになったりとか、即刻クビになったっていうね。あとはそのこれもどこまで本当か分かんない、でもなるほどなと、ありそうだなと思ったのは、これ確か1600メートルまでしか潜れないのを、
4000メートルとか潜っちゃったらしいんですよ。でその疑問されてるんですけど、どうもその1600と4000っていうのがあのメートルとあのインチ、はあはあ、あのまあインチというかマイルというか、あのあっちのそのアメリカイギリスのその単位とのそのまあ間違いじゃないかという人もいたりなんかしてですね、まさかとも思うんですが、あのちょっとまああらゆる意味でずさんなところなので、これはやっぱりあの運営会社の責任というのはきちんと問わないといけないですよね。これ過去に何回か運航していて、まあその時にはですね、まあ浮上して無事だったんですが、でもその中でもまあ経験者の中にはですね、途中で連絡が途絶えちゃったりだとか、いやだから怖いですよね。でその後つながったからいいですけど、だそういうことがあったっていうことなんですよね。ね、3500万払ってでしょ。そうなんですよ。ただその契約書のところには、まあ、命のね、まあ、その危険というのはないわけじゃありませんよというような、いやでもそんなこと言ったら、そんなこと言ったらあのソウルから半門店に行く姿って命の危険はってこと一応形式上書かされますけども、まあ、原則でそんなことないことを大前提に、でも万一の場合にあったらですから、これみたいに本当にそんな命の危険常にあるようなんてのは、それはもうツアーの企画としてとんでもないですよね。そうですね。まあ、ですからあの今回断念したという人もいて、それはあのなんかいろいろ話を聞いてるうちにこれちょっとまずいんじゃないかっていうようなこの気持ちになって、ツアー参加を取りやめたなんていう、あの、まあ、マスコミだか取材の人がいましたね。3万5000ならともかく、いや3500万払って帰ってこれるかどうか分かんない、まあ、それでもね、4人の人が行って、まあ、操縦士含めると5人ですけど、はい、でこの潜水艇タイタンの事故の原因今のところ不明です。一部の専門家らの間ではタイタンを運航するアメリカ企業オーシャンゲートの安全対策について以前から懸念が出ていたといいます。でニューヨークタイムズが入手した書簡によるとオーシャンゲートのマーケティング資料ではタイタンは世界的な第三者認証機関の安全基準を満たすと記載されていますが、海洋技術協会は基準を満たしているようには見えないと指摘をしていると、誤解を与え業界全体の行動規範に違反する、まあ、こういうふうに批判して、オーシャンゲートの実験的なアプローチは壊滅的な結果をもたらす可能性もある、まあ、こういうふうに伝えていたというんですね。でニューヨークタイムズ、タイタニック号の見学ツアーを運営し今行方不明となっている潜水艇タイタンを操縦していたとされるオーシャンゲートの最高経営責任者の妻が1912年にタイタニック号が沈没した時に死亡した夫妻の子孫だと報じたというんですね。この夫妻は一等船室の乗客で救命ボートで助かることもできたのですが、沈む船内に残る子供らを優先し救命ボートに乗ることを拒否したというということなんですね。こういう何かこう物語因縁というかなんかんですけど、だからこれもね、たまたまそうだったのか、あるいはこのね、あの最高経営責任者の奥さんが自分がタイタニックゆかりなんでツアーを考えついたのか、その辺は分かんないですけどね。まあ、こう因縁なんですね。そうなんですね、まあ、いずれにしてもでもこの安全対策原因究明、いやもう本当もうそれに尽きると思いますよ。やっぱりずさんな管理をしてたんであれば、本当にもうこれは社会的にやっぱりきちんと制裁を与えないと、こういう会社には。はい、はい、今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはtera@joqr.net、ツイッターはハッシュタグおはようテラちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。時刻6時10分です。文化放送おはようテラちゃん、今朝も8時までお送りしていきます。時刻6時14分です。今朝のコメンテーターは郵便学者内藤陽介さんです。ニュースピックアップ、こちら朝日新聞、税収過去最高更新へ。2022年度の国の一般会計税収が好調で過去最高を3年連続で更新する見通しです。法人税や消費税が伸びていて初の 70兆円台が視野に入っているといいます。物価高を反映した消費税の税収のこの増加ですとか、あとコロナ禍からの企業の業績の回復に伴う法人税収の伸び、これが要因になっています。税収が
過去最高更新へというニュースなんですが、これは内藤さんどうご覧になりますか。いろいろありますけれども、本来はやっぱり順調に経済成長していれば普通に自然増収で毎年過去最高にならなきゃいけないわけですよ。経済成長してるわけですからね。その 2% ぐらいずつ伸びて、で大体一世代で規模が倍になるっていうのが標準的な国の在り方ですから、安定的な国の在り方ですから、過去最高になるのが当たり前なんですね、はい、でそれが過去最高になって喜び、だいかに今まで痛めつけられてきたかってことですよ。あ、そうですね、それプラス過去最高だっていうのに、なんで五公五民で国民二人率がどんどん増えるの、はい、っていう、減らしなさいよっていう、だったらこれ税収増えてんだったら、増税なんか論外で減税したらいいんじゃないのって、減税してますますその経済拡大をすれば、また増えますよと、消費盛んにしてね、盛んにして投資盛んにしてっていうことをやればいいのに、はい、いや、なんだって感じがしますね。いや、税収ね、増えるのが当たり前、いや今まで増やさなかったことをそれを反省しなさいって、はい、でこの税の増収に期待示すのが自民党でして、防衛費増額をめぐり増税以外の財源模索してきた自民党の特命委員会が、経済成長などにより税収が上振れた場合は財源として活用することと政府に提言しました。政府はもともとこの増税時期を24年以降の適切な時期としていましたが、先送りを示唆しています。税収が過去最高更新する見通しになったことで、防衛費の増額に伴う増税の開始時期にも影響しそうだということなんですが、この税の税収増を当てにする声が強まっているということなんですね。これは内藤さんどうでしょう。いや、これも冷静に読むと非常におかしな話で、経済成長などに税収が上振れた場合は財源として活用することを提言、当たり前じゃないですか。逆に今まで何年やってたんですか。要するにそれで国債返す、国債償還に当てる、なんでそんなバカなことをするんだと、はい、ね、それとあともう一つ、その結局その、税収増を当てにする声が強まっているが、どうしたこうしたみたいに言ってますけれども、いやこれを思い出すのが、今外務大臣ということになっている林何がしという人物がですね、かつて田中秀富、この外務大臣火曜日の田中秀富先生と の対談で、今この状態で経済状態で増税なんかできないと、なことやったらメタメタになるというふうに言ったときに、じゃあいつ増税ができるんだと、もう増税したくてしょうがないと、で増税をするということをですね、それ自体は自己目的化して、だからあの男はダメなんだと、増税も減税もこれもあくまでも国を豊かにする適切な経済運営するための手段なのを、それ自体が自己目的化しちゃってるわけですよ、はい、だから増税したがる人たちっても完全にそれなんで、これ当たり前のことができなくなってる、だからいや当然増税しない、増税なんか論外ですよこの状態で、だからする必要ないじゃないですか、はい、でむしろ今後もそうやって経済成長で税収を増やすという当たり前の方向に行かないと、とにかく国民をしばき上げて五公五民にして、いやそれこそ一気でも起こさせたいんですか、あ、もうだってね、六公市民みたいなことも言われてますもんね、本当に、はい、ってことはだから公の方がより取ってしまうっていうね、ひどい話ですよ、社会主義国かってなんて、いや本当ですね、はい、時刻6時18分です。時刻6時30分です。今朝のコメンテーターは郵便学者内藤陽介さんです。読売新聞です。中国が国内で運用する複数の原発がこの夏にも始まる東京電力福島第一原発の処理水の海洋放出の年間予定量と比べ、最大でおよそ 6.5 倍の放射性物質トリチウムを放出していることが分かりました。日本政府が外国向けの説明用に作成した資料から分かったといいます。中国政府は東京電力の処理水の放出に強く反発し、官製メディアも動員した反対キャンペーンを展開している一方で、自分の国の原発はより多くのトリチウムを放出していると読売新聞は報道していますね。で、日本政府は中国の原子力エネルギーに関する年間とか、あと原発事業者の報告書をもとに資料を作りました。それによると2020年に
浙江省の新山第三原発がおよそ143兆ベクレル、2021年に広東省の陽江原発がおよそ112兆ベクレル、福建省の寧徳原発はおよそ102兆ベクレルのトリチウムを放出していました。東京電力は福島第一原発のこのですね、年間放出量を22兆ベクレル以下に抑える計画でして、放出後のトリチウムの濃度は WHO 世界保健機関などの基準はるかに下回るとしています。で、中国政府は福島第一原発の処理水の放出を一方的に強行しようとしていると反発し、官製メディアも連日、日本は世界の海洋環境や公衆の健康を顧みない、まあ、こういう主張を展開しているというんですね。ところが日本政府関係者によると、中国は自国の原発のトリチウムの放出について周辺国との間で合意もなく説明もしていないと、まあ、おそらくこれ、自国民にも言ってないんでしょうね。今言ってないでしょうね、はい、ですから、まあ、この今お伝えした通りでして、まあ、日本がこれからこの処理水を放出しようとしていますけれども、それを批判している中国の方がとんでもなく多いじゃないかと。いや、だから日本の処理水放出を批判する方々はまずやっぱり中国のと言わないと、はい、そうでないとそこ言わないで日本のそのことだけ言うっていう人はやっぱりそれは背後になんかあるんじゃない、なんか別の意図があるんじゃないですかというふうに勘ぐられてもしょうがないですよね。そうですね。で、東京電力福島第一原発のこの処理水の海洋放出めぐってはですね、韓国でも動きがあるんです。韓国の最大野党が国民の不安を煽る根拠のない主張を続け物議を醸しています。左派系の最大与党共に民主党のイ代表は北東部のカンヌンというところを訪れて水産業者らと面会、海洋放出はあってはならない行為だ、止めなければならないと訴えたというんですね。イ代表は抗議集会では処理水は核排水と呼ぶべきだなどと主張しているということなんです。で、一方で韓国も原発あります。で、ウォルソン原発というところはですね、まあ、1年間に、まあ、これ福島の第一原発のこの発災前と比べても14倍近く、まあ、このベクレル、トリチウムですね、液体で31兆ベクレルと言ってますから、そのくらいのこのトリチウムを放出しているという、まあ、こういう数字もあるんですね。何言ってるんだってことは、こちらもそうなんですね。で、ただその韓国の場合はですね、あくまでもこのその共に民主党の連中が、まあ、方々がですね、言ってるだけであって多数派遣じゃないんです。で、これ朝鮮日報の最近の記事に出てるん で韓国技術院のですね、これ原子力量子工学 の特に原発設計なんかの専門 のチョン・ヨンフン先生という方がですね、明確に言っておりまして、福島の処理水放出は全く問題がないと。で、福島の魚だけを1年中食べたとしても被曝量はですね、1マイクロシーベルトの100分の1レベルであると、はい、それから今その彼らがこの共に民主党の連中が煽って塩の買い占めなんかやってますけれども、そもそもトリチウムはですね、塩には残んないんで買い占めしても意味ないんですよと。で、そういう変な煽りに乗るのやめなさいと。それから例えばそのトリチウムの量っていうのが、これ福島の沖合というのがだいたい1リットルで1ベクレルと、そうなんですが、これハンガンと一緒だと。はあ、自然になると、はい、だからそんなこと言うんだったら今ね、処理水放出前のソウル市民で尿検査すれば同じように出てきますよと。だからこういうわけのわかんない左派系の連中の煽りに乗って、で、彼らは不安を煽ること、それが目的ですから、そういった連中に乗らないようにということを警鐘を呼びかけてるんです。あ、そうなんですね。だから韓国メディアも言ってますから、読売もそっちを報道しないと。はい、また後ほどお話伺います。時刻6時40分です。今朝のコメンテーターは郵便学者内藤陽介さんです。今朝もいろいろニュースが入ってきています。去年警察に届け出があった認知症の行方不明者が18,709人で、統計を取り始めた12年以降10年連続で増加して過去最多でした。大半はその後無事に見つかってはいるんですけれども、21年以前に届けられた人も含め、去年には491人が遺
体で見つかったといいます。認知症の行方不明者が過去最多となったというニュースなんですが、いや内藤さんやはり人数多いですね。ただあれですよね、常にやっぱりこれ実数が出た時は割合を見ろ、割合で言われた時は実数を見ろというその鉄則がありますんで、当然高齢者増えてますから、はい、でまあね、認知症もちろん年齢かけないといっても基本的には高齢者の方が多いですから、そうするとその比率として、どうなのかということですよね。どうしても一定の割合でその認知症の方は発症しますから、高齢者が増えている中で比率がそのある程度 それほど伸びてなければ、粛々と今後ともその対策を取っていくということしかないですよね。あと、今の本当その高齢者の方ともかく今後は皆さんも70代ぐらいの方から皆さんスマホ持ってますから、GPS なんかやっぱ活用していただいてですね、やっていただくしかないですよね。そうですね。で認知症以外の人も含めた去年の行方不明者の総数というのも出ていまして、84,910人、統計が残る1956年以降で最少だった20年の77,022人から2年連続で増えたといいます。で原因は認知症を含む病気関係が 24,719人、 29.1% で最多、親子夫婦間の不和など家庭関係が 12,899人、15.2%、 失業など事業職業関係が9615人、 11.3% と続いたということですね。はい、さあそれではここからはですね、内藤さんにこのテーマで話を聞きます。構造的な賃上げは実現できるのか。岸田総理は会見で政権の優先課題を説明して、物価高に備え構造的な賃上げを実現すると表明しました。成長の加速に向けて国内投資の支援計画ですとか、デジタル技術を活用した行財政改革に意欲を示しています。会見の冒頭で賃上げの重要性を訴えて、デフレ経済からの脱却、賃上げが当たり前となる経済に向けた道筋を着実なものとすると提起しました。リスキリング、学び直し、そして日本型職務給の導入、成長分野への円滑な労働移動、この3つを挙げて三位一体の改革として進める、こういうふうに力説をしました。ですから構造的な賃上げ実現するためにはジョブ型、雇用の導入と、あと労働移動の円滑化、そしてリスキリング、これに取り組む必要があると、こういう説明をしたということなんですけれども、日本型のこの職務給の確立についてですね、今年1月の施政方針演説で、人材の獲得競争が激化する中、従来の年功賃金から職務に応じてスキルが適正に評価され賃上げに反映される日本型の職務給へ移行することは企業の成長のためにも急務、こういうふうに述べています。終身雇用制からの転換ということなんですが、内藤さんこのあたりはどうお考えでしょう。だからどうでしょうね、終身雇用って確かにね、昭和の戦後以降の定着した話ですから戦前はそうではなかったということはあるんですけれども、ただかつてやはり同じような形で人事の流動化みたいなことを言ったわけじゃないですか、もう今から20年前とかそれこそ小泉さんの頃にね。で結局何が起こったかっていうと、給料の高い人、割とある程度 その年齢のいったポジションの高い人の給料を維持するために若者を削ったわけですよ。で本来であればそういう給料の高い人を削ってスキルがあったり知名度があったりするか経験があるから自由にできるでしょっつって、若い人は割とある程度その安定させなきゃいけないの、逆の方向に動いちゃったわけです、ね、少なくとも今の、でその段階の人たちというのが結局今逃げ切っちゃったわけですよ、はい、だから結局そういうふうな形になっちゃうと、これ要するに終身雇用をそれは負担になるからやめるってやっぱりどちらかというと上の方っていう話だったら逆になっちゃうということなんで、やっぱりどうなんでしょうね、うまくいくのかねっていうことと、あとやっぱりいや学び直しって言ってもですね、結局いやそんなものは個人がやればいい話で、ね、そこでやっぱりそこで支援を出すとかっていうと、これ確か火曜日の田中先生も言っておられましたけれども、そうするとそこでそれこそやっぱり小泉さんの頃にパソコン教室の支援ということで公金徴収になったわけでしょ、はい、
だからそうなるんだったらやっぱりそれは給料を上げられるようにするんだったらこれはあのやっぱり中小企業なんかきついわけですから、いや減税しなさいよとにかく。そうですね、そうですよね、社会保険料も下げなさいよと、うん、そうすれば企業が払ってる分から手取りが増えるでしょ、うん、払ってる分同じにしても、はい、なんでその政府はだって給料が上がっても払ってる側は払っても払っても中抜きされて労働者に届かないんだもん、これじゃ意味ないですもんね。意味ないですよ、でもこのとにかく減税は嫌って言ってるわけですね、現時点ではね。これはひどい話ですよ、本当にも、で岸田総理最低賃金についてはですね1000円に引き上げる目標というのを示しています。去年は31円上がり961円に達しました。政府内には今年の春闘で30年ぶりの高水準の賃上げが実現し39円以上の引き上げが可能、こういう見方もあります。まあ、ただですね中小企業の中には原材料費が、まあ、この上昇している中で人材確保のために無理して賃上げしたところもあるんですね。ですからこの最低賃金を1000円に引き上げる目標ついていけるかどうかという指摘もあります。内藤さん、この最低賃金1000円に引き上げる目標、これはどうご覧になりますか。だからそれ引き上げるための環境を作んなきゃダメでしょって話ですよ。だからやっぱり減税もそうですけれども、例えば中小企業にとって非常に深刻なのは、まあ、準備進めてるところも多いんでしょうけれども、あの今年秋から始まるインボイス制度ですよね、はい、で何度も言いますけれども、あれ消費税の補足率を高めるためにやって、まあ、その目標はまあまあいいですわと、はい、でそのためにだけど納税コストが莫大なものになるわけです。ね、はい、で彼らは岸田さんこの間もそのいやインボイスは増税じゃないって言ってますけれども、いやそうじゃなくて払う側にしてみれば、うん、税額だけじゃなくて納税コストも含めての負担なわけですよ。その納税コストが上がるんであればその分ですね、例えばそれ消費税に関わるものだったら 10% のうちそれで補足率が上がるっていうんであれば 5% に下げなさいよと、はいね、それで納税コスト分をその結局その吸収するような形にするとかしないでですね、こんだけ負担上げといてですね、これ絞るだけ絞って上げられないですよ。もちろんそういう会社は退場すべきだって意見もあるとは思いますが、ただですね、いやそれを政策的に賃上げをさせたいっていうんであれば賃上げができる環境をちゃんと作んなさいよという、はい、まずは環境作りですよね。少なくとも増税だったり、納税負担納税コストを上げるということはこれは絶対にダメです、はい、一方賛否が割れやすい少子化対策などの財源、これは言及しませんでした。少子化対策めぐっては30年までが少子化傾向を反転できるかどうかのラストチャンス、まあ、これを何度も力説しています。で児童手当の拡充、あと育休給付金の給付率を引き上げるといった支援策を盛り込む子ども未来戦略方針を具体化します。で財源については社会保障の歳出改革や社会保険料への上乗せを想定しているということなんですが、内藤さんこちらどうでしょう。いやだから何度も申し上げてこれも繰り返しになりますが、はい、問題は少子化じゃなくて小母化なんですよ。小母化、はい、だから、なかなかやっぱりその結婚できない、まあ、もちろん結婚しないでね、はい、子供作る人はあってそれはそれでいいと思いますが、まあ、やっぱり多くの方は結婚して安定して子供を作るというそういう流れになってるわけでしょ。でそれで結婚ができない、だから子供も産めないということになってるんだから、やっぱりそれは減税をちゃんとして子供が安定的にやっぱり若い人が結婚できる環境を作んないと、でやっぱりそれは取ってもうとにかくご公ご民で限界に来てるわけですから、少なくとも若い人はもう限界に来てるわけだから、取って配るんじゃなくて取らないと、はい、で控除を増やすと、もうその一点だけですよ、でそれで、ね、だって控除なくしてですよ配ると言ってみればですね、5万円取り上げといて1万円返してやるみたいなそんなやり方してたらね、これダメですよ。財源なんて考えないでとにかく控除増やしなさいと、だからとにかく取って巻くことしか考えないから財源って議論になるんですが、いやそうじゃなくて控除を増やしなさいよという言って、だからこれも結局ね本当にその少子化をやりたいと思ってないでしょあなたたち。増税したいんでしょ。そこですね。そう、増税したい名目で、あるいは公金収支の人たちにばらまきたい名目でこういうこと言ってるだけでしょと、
そうとしか思えないですね。だって大元はこれもね、連日コメンテーターの皆さんおっしゃってますけども、経済成長なんですものね。そういうことです。大元そこさえしっかりできれば、まあ、使えるお金も増えるし、まあ、賃金だって上がってくるしっていうことですものね。だからとにかく経済成長して若者が少なくとも10年後にもっと豊かになってるってイメージを持てるようにしないとダメですよ、ね。はい、じゃあ経済成長するためにはどうすればいいのか。先ほど内藤さんもおっしゃった環境づくりですよね。減税ですよ。減税でね、減税とつまんない規制を撤廃するということと、もちろん必要な規制はあるからね、全部なくせとは言わないけれども、で社会保険料もさすがにもう限界ですよ、はい。若い人にとっては岸田総理はこの上半期自分がやったこと、自分の思いっていうのを2つ言って、その1つが経済成長っておっしゃってるんですけどもね。まあ、だからそれコロナ明けですからね成長したくない、そうなんだけど、でもだったらですね、とにかく増税派の連中、特に林何がしとかっていうか今外務大臣やってるようなあんなクソ野郎はですね、失礼ですか、即座に通用しなきゃ。あれだって自民党で安倍さんのところに公認与える、とんでもない話ですよ。はい、まあ、ですから国民の方をちゃんと向いてほしいというのとね、まあ、口では何とでも言えますから、だけれどもしっかりとその大元の基本のところをやはり改めてやっていただきたいというところですね。少なくとも、とにかく取って巻くんじゃなくて、もういい加減取るのはやめてくれと、で一方岸田総理、行政のデジタル化を進める令和版デジタル行財政改革、まあ、これを掲げています。マイナンバー制度をめぐるこのトラブル相次ぐ中ですね、このデジタル化を広く進める必要性を強調し、制度を普及させる狙いがあるということなんですがね、まあ、このデジタル行財政改革というところですね。これは一言、内藤さんいかがですか。これはやっぱりいずれやらなきゃいけないんで、はい、初期コストがある程度かかるでしょうけど、ある程度これはその、頑張ってやっていただきたいですね。このデジタル行財政改革はやっぱり保険証のミスなんかもこれ、減っていくわけですから、これはとにかく今ここが踏ん張りどころかなという気がします。はい、ニュース最前線でした。時刻6時54分です。今朝のコメンテーターは郵便学者内藤陽介さんです。沖縄戦最後の激戦地本島南部の糸満市にある平和記念公園では、今日戦没者追悼式が行われます。追悼式がコロナ禍前の規模で営まれるのは4年ぶりです。沖縄戦では日米合わせて20万人余りが犠牲となりました。78年前の沖縄、県民の4人に1人、およそ12万人が犠牲となったと言われています。改めて内藤さん、沖縄戦これはどういう思いがありますか。そうですね、いろいろあるんですが、限られた時間であえて言うとすると、もちろん沖縄の方々の犠牲というのは非常に大きかったことは事実ですが、ただそれをもってよくですね、本土が沖縄を 見捨てたとかですね、そういうことをおっしゃる方いるんですが、それは決してないと。つまり沖縄もやはり同じやっぱり日本の一部であって、沖縄で戦うためには多くのやっぱり本土から兵士たちが戦ってそこで亡くなってるわけですよ、沖縄県外の出身の方がね。だから決してその沖縄をその見捨てたとかそういうふうなことではなくて、少なくともそこで実際沖縄戦で戦われた県外出身の兵士の方々はやはり同じ同胞を守るために戦ったんだということだけは、これはご理解いただきたいですね。はい、さて話は変わりましてですね、はい、内藤さんが携わっていらっしゃいます、全日本切手展、これが7月15日土曜日から始まるんです、ね、海の日の3連休なんですけれども、今ね、はがき台の、これが一応招待券なんですけど、招待券なんですか、本当だ。でこれがですね、一応毎年やってて、1951年からやってて、今年で73回という展覧会なんですけれども、切手の展覧会と、あと今年は実は韓国の建国75周年ということで、韓鉄、韓チャン韓鉄財団というところから助成金いただきまして、韓国切手展という韓国の割と建国初期のもの その展示なんかをやりまして、3日間私がその展示解説なんかも、あ、そうなんですね、します。他にもいろいろそのトークイベントですと、展示なんかもあと関東大震災100年なんで、関東大震災 の直後に東京の印刷局の工場焼けちゃいましたんで、最初大阪
かなんかで臨時にその切手吸ったりしたんですけども、そういったあの暫定的なそのあの切手なんか の, その専門的な展示だったり、あとあの土佐で村送りって非常に独特の郵便があって、これ の, その展示なんかもあったりですね、あとその韓国 の, その初期のものというようなことであの展示をやるほかですね、あのいわゆる郵便局の出張所があって、そこからあの記念のスタンプをして郵便出せるとか、もちろんあの切手のディーラーさんが出ていてあのお買い物もできる、まあ、トークイベントもあるというようなことなので、はい、あの海の日の3連休ですね、はい、あの土日月曜祝日と7月の15、16、17で、やっておりますん で, あので実は今日そ の, あの招待券というのを、あのお持ちしましてですね、これをあのリスナーの方に一応20枚あ持ちましたんで、はい、あのよろしければあのご応募いただければと思います、はい、あの一応私の今日のギャラ分は全部吐き出すつもりで、いやそうですか、あのいやもっと持ってきてもよかったんですけど、持ち出してやってほしいんですけど、とりあえず20枚あの持ちましたんで、あの僕自身はあの会場にそういうわけであの3日間おりますんで、はい、あの普段あの聞いててお前に一言言ってやりたいことがあるってことですね、そういう方はですね、あのぜひあの お運びいただければ、またあの会期前日 の, あの14日にもあのこちらにお邪魔するので、あ、はい、あの第2第4が僕こちらにあのお鳩らちゃんが伺ってますんで、その前日にも伺いますんで、そこでもあのご案内させていただきますが、とりあえずチケットだけはあの早めにあのご応募いただいてお渡しできればということで、はい、お持ちしたという次第でございます。今の内藤さんがですねお話しくださいましたこの招待券ですが、ご希望の方はメールでご応募ください、メールはですねアドレスは tera@joqr.net tera@joqr.net ですね、おところお名前そして電話番号を書いて送ってください。当選者発送をもって返させていただきます、全日本切手展に2023年7月15日土曜から17日月曜日までの3日間、東京錦糸町の隅田産業会館8階の展示場、こちらで開催されます。時間は午前中の10時から夕方の5時までとなっています。招待券のこのご希望の方はですね tera@joqr.net、 おところお名前電話番号お書きの上どうぞ送ってください。でも今内藤さんお話になったこの、はい、韓国と75周年で、はい、韓国がまあ一応バックアップをしていると、あの、まあ、あの民間の財団なんですけれども、はい、どちらかというと、ね、韓国の保守系に近いところなので、あの大韓民国建国っていうとこれ左派の人なんか怒り狂う表現です。あ、そうなんですね。彼らは今の分断した韓国じゃなくて、あの1919年 の, あの臨時政府からとかっていうのはこれは政府樹立だとかって言うんですけど、いやそんなことはないんだ、これ建国でいいんだっていう、どちらかというと保守系の方々、なのでそういう表現でもね、そうですそうです、あのであの場所なんですけれども、隅田産業会館って錦糸町駅前の丸井の上です。そうですか、丸井の上ですね。はい、まもなく7時です。今朝のコメンテーターは郵便学者内藤陽介さんです。アメリカ連邦取引委員会がですね、客の同意を得ずに有料会員サービスプライムに加入させていたとしてアメリカアマゾンを提訴しました。会員が解約しにくいようなウェブサイトを作っていたことも問題視したといいます。アメリカ連邦取引委員会はアマゾンが騙した客、まあ、いわゆる騙したと、この考えているお客さんが、数百万人に上るとして主張しています。でプライム会員は迅速な配送や商品の割引、動画などの配信を受けられるサービスでして、会員は世界に2億人以上いるといいます。アメリカでの会費は月 14.99 ドル、日本円でおよそ2100円です。アメリカ連邦取引委員会によりますと、アマゾンのサイトは客が商品を購入するタイミングで何度もプライムの加入に誘導される作りになっていました。無意識に加入した人も多かったとみられます。まあ、こういう手口なんですけれども、内藤さんこれはどうでしょうね。まあ、だからその騙されたと思ってる人はどれぐらいいるかですよね。はい、だから本当に知らないで、あの、あれいつの間にか取られてるっていう人も当然いるとは思うんですよ。だからそれで分かりやすいようにってことはあるんですが、ただ私なんかはですね、
まあ、プライム会員になってるんですけど、やっぱりどうしても本なんか買えますから送料がタダになるって結構でかいんですよね、はい、そうするとやっぱり年間それなりの数の本買いますから、はい、結構元取れちゃうんですよね。である時なんか変な話、まあ、本じゃないんですけどアマゾンで本以外にもいろいろ買えるじゃないですか、で変な話うちで電気 の自動的にタイマーでこうついたり消えたりするタイマー設定してる外のあれ設置してるんですけど、あれのポッチ時間を調整するポッチがあるんですけど、あれがどっか起こってなくなっちゃったんです、でそれが売ってないかって買おうとしたらあったんですけど1個確か2個セットで10円とかなんですよ。はあ、はあ、それも送料タダですから。はあ、じゃあ10円のものを10円で買えると。そう買えたんです、ね、まあ、ね、送料かかる店もあるんですけど、そこは送料タダっていう業者さんだったんで、そうするとそれ10円のもの持ってくる、しかも翌日配達ですからね。ああ、そうだ、便利ですね。いやだからそれはやっぱりある程度それも含めてで、しかもやっぱり本なんかの送料ってやっぱり1000円2000円かかることはもうザラですから、ある程度まとめて買っちゃえば、はい、そうすると私なんかは、うん、まあ、元取ってるからいいんですけれども、確かにね、あとはその、まあ、いろいろ動画配信なんかご覧になる方なんかもそれまあいいんでしょうけど、まあ、むしろうちなんかでは娘が孫連れて来たりするとそっちの動画見させて孫にやらせてますけれども、はい、だからいいけど、ただ、まあ、あとはそうね、騙されたと思う人がどれくらいいるんだろうなっていう感じですね、はい。まあ、ですからね、今内藤さんのお話、内藤家ではまあ非常に役立ってる、うちは役立ってます、ね、ですからちょそういう意味でのなかなかこの件に対して不満がないので、ちょっと難しいんですけど、ただやっぱり、誘導されて知らない間にって人はいればそれはちょっとやっぱ対策が必要でしょうね、まあ、あとこれあくまでも今アメリカの話でして、まあ、日本もね、同じようなシステムなのかもしれませんが、日本人じゃどのくらいねそういう不満を持ってる人がいるのかってとこもありますよね。アマゾン側は反発していて、今回の提訴についてアマゾンジャパンはですね、プライム会員への登録も解約も明確かつシンプルに行えるよう設計されているとコメントしています。まあ、ネットの口コミめぐってもやらせ問題などありましたけれども、内藤さん、まあ、今非常にアマゾン、内藤さんに関しては便利だというふうにおっしゃって、何か不満があるとするとありますか？アマゾンではあまりないんですけど、まあ、ネットでのその不満は何かっていうことなんですけれども、やっぱり昔に比べてやっぱりコロナ前に比べて海外からのやっぱり荷物がすっごい時間かかるようになりましたね。そうですか、そうか、海外からね、海外からやっぱそれに買いますんで、そうすると海外からの荷物が昔1週間で来たのがやっぱ10日ぐらい、はい、かかるようになってきていて、やっぱりその辺ちょっとなんとかしてほしいなっていうのは思いますね。はい、私も個人的にアマゾンはよく利用していまして、プライム会員には入ってないんですけども、入ろうかどうしようかずっと迷ってますね。ですから確かにアマゾンジャパンが言ってる通りに、その、まあ、明確かつシンプルっていうのも登録も解約も、ね、これ個人によると思うんですよ。そうなんですね、ちっちゃい文字 で、で最初の方はどちらにしますかみたいな、プライム加入しますかみたいなね、そういう文言もあって、今日はやめておくみたいな、なんか、そういう方をポチッとすると次にどんどん進んでいくと、でもそれしますかっていう方もしですよ、なんか、まあ、不注意というのも変な言い方ですけど、ポッと押すとそれなりのこの方に進んでいくんだろうなっていうね。まあ、でも多分カード決済なので、カード情報を入れたりするところで多分ハードルはあると思うんですよ、ね、カード決済なんですね。ああ、そうかそうか、あとなんかギフトカードみたいなのありますよ、ね、ギフトカード、ね、あれでもだからあれ年額でしたっけ、アマゾンってね、月額だったのかな、年額だったと思うんですけど、月額なんですね、はい、だったらやっぱりね、あと解約もしですね、入ってみようと思って、まあ、同意して入ります、でやめようかなと思ったらやめられるわけですもんね。そうですね、だから、まあ、解約のところのね、もしこういうトラブルがあるんだったら解約のボタンをこうなんか目指すようなところに置いとけばいいんじゃないですか。そうですね、そして解約したい方はこちらね、クリックしてくださいとすれば、でもアメリカではこういうねちょっとクレームがついてるということなんですね。まあお客さんにはいろんな方がいらっしゃいますね、でまあ特にやっぱりそのね、ついついアマゾンはアマゾンでそれは彼らも商売でやってますから、はい、ついつい押させる方向にはそれはまあそれはそうだ、だって入っていただきたいわけですからね、
まあ、こういったなんですけども、その違法じゃない程度に誘導をしていくっていうのは、それはやはり企業の戦略でも、いやだって YouTube だってそうじゃないですか、はい、プレミア化になりますかとか常に出てきて、今ならやめておくっていう、はい、今はやめておくとかね必ず皆さん押してる方多いと思うんですけど、はい、今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはtera@joqr.net、 ツイッターはハッシュタグおはようテラちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。時刻7時8分です。文化放送おはようテラちゃん、今朝も8時までお送りしていきます。時刻7時14分です。今朝のコメンテーターは郵便学者内藤陽介さんです。ニュースピックアップ、今度はこちら。読売新聞、保険証延期模索の動き。マイナンバーカードと健康保険証を一体化するマイナ保険証をめぐって、政府与党内で現行保険証の廃止の期限の先延ばしを模索する動きが出始めました。マイナカードに関するトラブルの収束が見えず、期限に固執すれば、政権批判が高まりかねないという、まあ、こういう危機感があるといいます。岸田総理は会見で、現行保険証の全面的な廃止は国民の不安払拭のための措置の完了が大前提だと述べています。岸田総理が言う全面的な廃止の時期は2025年の秋を指すと見られていまして、まあ、それまでにトラブルが収束しない場合、猶予期間の延長などを含めた軌道修正の可能性を示唆しました。政府与党内で現行保険証の廃止の期限の先延ばしを模索する動きが出始めたということなんですが、内藤さん、この動きはどうお考えでしょう。まあ、基本的にはですね、これは処理しきれなければ、当然その元々のその目標設定が無理であったら、これはその修正するのは当たり前ですよね、はい、ただこれ必ずやるということであれば、逆に現実的な作業日程としてどれぐらいなんだっていう話ですよ、結局多分現場の本当のその技術者の方だったり、あるいは本当に入力するのは、むしろシステムの問題というよりも、例えば役所なり何なり入力する方々の問題、処理能力の問題というのがあるので、それやっぱりある程度無理な目標設定じゃなくて、現実的な目標設定して、あんまりですね、この先走る必要はな、ちんたらしちゃいけないと思うんですが、あんまり無理な目標を立てるんじゃなくて、現実的にこれぐらいかかりますよと、でもう一つはやっぱりその不安の払拭というようなことなんですけれども、これも変に完璧を目指しますみたいなことを言うんじゃなくて、例えばこれ IT ジャーナリストの宮脇敦さんが盛んに言ってることですけれども、人間のやることですから、必ず一定の割合でどうしてもミスは出るんだと、だからその時にそれこそ河野さんあたりが言わなきゃいけないのは、いやミスは出てますと、でも全体から比率からこれだけ少ないですと、しかもシステムじゃなくて人為的なミスですと、それはミスで出た部分については速やかにそれはそのリカバーするように頑張ってますというふうな形で安心させる方向に持っていかないと、はい、安心ですね、だから不安払拭というんであれば、いや完璧目指す完璧目指しますと言っといて、ミスが出たじゃないかっていうんじゃなくてですね、やっぱりその辺のなんていうのかな、説明の仕方とかその辺も工夫が必要だと思いますよ、はい、でこの政府はですね、トラブルの総点検、この秋までに完了させる方針ですけれども、まあ、こればっかり分かりませんもんね。だからやっぱり結局マイナンバーってやっぱ数千万単位ですからね、はい、それも数が膨大なわけですよ、はい、でこれまでに分かってきていることでもね、やはりこの人力というか人が入力をする、人が入力してるところのミスだったりっていうところは、基本的にはその部分ですから、それはどっかの銀行のねシステムエラーとちょっと事情が違いますんで、はい、我々てっきりね、もうこの時代ですから何かこう機械でやってんのかなとか思ってましたけどね。いやだからやっぱり入力作業自体人がやんなきゃいけないん で、そうすればやっぱり一定のあれでミスは出ますよ、はい、で政府はですね、この今も言った通り総点検は今年の秋までに完了させる方針ではありますが、新たなミスが大量に発覚すれば国民の不信感が増大しかねない、まあ、こういう懸念も出始めています。で野党は攻勢を強め、来月上旬にも行われる国会の閉会中審査などで政府を追及する構えです。で立憲民主党はですね、トラブルの原因について、急げ急げ
げというプレッシャーを政治家が官僚にかけた意味で閣僚や総理の責任は非常に大きいと批判をしました。マイナンバーカードをめぐり個人情報の流出につながるトラブルが、相次いでいると、でも先ほども少し触れましたけれども、この行財政のデジタル化、これは必要なわけですもんね。やっぱこれは例えば戸籍だとかそういったものデータをですね、やっぱり今まで紙に出して役場に、その時間に行かない、今コンビニでも取れるとは言ってもですよ、それがやっぱり情報なんかがデジタルでやり取りができるってこれははるかに便利になりますよね、管理上のことでも。ですからそれはやっぱりいずれはやらなきゃいけないことではあると思うんですよ。ただ導入するときはやっぱりそれなりにやっぱり手間暇コストかかりますんで、ただ一回やっちゃえばその後コストがガクッと下がるという意味ではこれはやらなきゃいけない。だから一回導入してもその後もどんどんコストがかかるという話はこれ違うので、これはですねやっぱりデジタル化進めなきゃいけないんで、その時に野党は逆にそれ必死に抵抗してなんか足引っ張ろうとしてるんでこういうこと言ってるのかなと、ちょっとそういう邪推性、しちゃいかねないんで、もちろんここで不正なりですね、ミスなりはそれはそれで追及しなきゃいけないにしても、ちょっとこれはやっぱりある程度応援してあげる方向で考えないといけないと思います、私は。そうですね、これ話せるすればまず行財政のデジタル化これ進めましょうよと、便利になるんだから、利便性はやっぱりこれは確保しないと、あとこのいろいろ省ける部分も非常にあるわけですもんね、その中で今マイナンバーカードちょっとこうトラブルは続いてるけれども、でも前に向かっていきましょうっていうこの意思ですよね。だからそこのところで、やめちまえやめちまえっていうことはやっぱりちょっとそれは違うよなっていう気が私はしますが、続いてはこちら、毎日新聞、東電の適格性再確認へ。相次ぐテロ対策の不備で是正措置命令が出ている東京電力柏崎刈羽原発について、原子力規制委員会は東京電力に原発を運転する適格性があるか再確認することを決めました。規制委員会は6号機と7号機について東京電力に適格性があると認めた上で審査を通過させていて、自らの判断を再検討するのは異例だといいます。で、東京電力の柏崎刈羽原発、テロ対策の改善に向けた規制委員会の検査が続き、情報共有の不十分さなど4項目の可能性課題がですね残っています。で、改善の完了に加えて適格性の確認も終えなければ命令は解除されず再稼働できない見込みです。で、政府が夏以降としている6、7号機のこの再稼働、さらに見通せなくなったという記事ですね。東京電力に原発を運転する事業者としての適格性があるのかどうかを再び判断する方針を決めたということなんですけれども、これは内藤さんどうでしょうね。ただ、もちろんね、その適格性の基準に沿わなければということは分かるんですが、ただその一方でですね、この原発そのものの危険性とかそういうことでは安全性の問題ではなくってテロ対策っていうことでしょ、で、テロ対策ってすいません、これ東電だけに任せとく話なんですかっていう、民間企業のね、ですから、やっぱこれ例えばその情報共有 の不十分さみたいなことあれば、例えばこれは本当にその警察なり公安なりというそのテロ対策の専門家のご指導を仰いでですね、その通り制度を変えると、でそれに合わせて運用の訓練をするということで、ごめんなさい、そんな軽く考えちゃいけないって言われるのかもしれないんで、しろと考えそれでクリアできないんですか。で、東電めぐってはですね、20年以降複数の監視設備の故障、これをですね、放置していたり、あと発電所員が中央コントロール室ですね、中央制御室に、この不正侵入したりするなどテロ対策の不備、これが相次いで発覚しました、ということ、これですね、あとはその言ってしまうと先ほど言った情報共有の不十分さというようなものが、これが入っているということですね。例えばこの辺なんかそれこそID カードの管理を徹底するということですよね。
で東京電力はですね、この7号機が10月に再稼働することを見込んで電気料金を値下げしたのですが、再稼働の時期の見通しは現在のところ立っていないと、これは東京電力側も認めたということなんですね。で6、7号機というのは2017年に規制委員会のこの審査を通過しました。で規制委員会はですね、この東京電力が福島第一原発の事故を起こした当事者であることを踏まえて再び原発を運転する適格性があるかを審査で確認する東電スペシャルと呼ばれる異例の対応を取ったといいます。で東京電力は適格性を具体的に示すための7項目を再稼働に必要な保安規定に盛り込んで、規制委員会は20年に保安規定も認可しています。手続きが先行した7号機は全ての審査が終了しました。しかし20年以降で複数の監視設備の故障、これを先ほどお伝えした通り放置したりだとか、あと不正侵入があったりだとか、こういったものが相次いだ。それで規制委員会は対策のレベルを4段階で最悪の赤と認定して、で東京電力に是正措置を命令出して、6号機7号機の再稼働事実上禁止、検査を始めて、検査を始めて、27項目の改善、これを求めていた。これが今までの簡単な経緯ではあるんですね。で一方関西電力、運転開始から49年となる福井県にある高浜原発1号機について来月28日にも再稼働する方針を明らかにしています。電気料金高騰してますからね。だから基本的に再稼働していただく方向で動かないといけないんで、こういうことであれば、例えばそれこそ外部の、保安関係の専門家をもう入れて、そこにもう常に監査してチェックしてもらうっていうふうなことぐらいやったらどうなんですかね。だって当然の人たちにそういう能力がなければ、でも動かさなきゃいけないんだったら、例えばその監視設備をチェックする、何でもいいんですけど、そういうそのセキュリティ会社をきちんと入れて、専門のね、でそこがそのきちんと専門チェックしますと、で ID カードの管理もそこがもうやりますと、でとにかく動かすことを前提に、じゃあ東電の人ができなければできる人を持ってきてやらせりゃいいじゃないですか。はい、そういう考えもねあると思うんですがね、はい。続いてはこちら、読売新聞。ウクライナ、ヘルソン州とクリミアを結ぶ橋損壊、ロシア軍の補給に打撃。ロシア軍への大規模反転攻勢を進めているウクライナは22日、ロシア軍が占領する南部ヘルソン州とロシアが2014年に一方的に併合した南部クリミアを結ぶチョンハル橋をミサイルで攻撃をしたといいます。こういうふうにロシア側が発表しています。でウクライナがイギリスから供与された長距離巡航ミサイルストームシャドウを使ったと見られています。でこの橋は損壊してロシア軍の補給に打撃となりそうだと読売新聞には出ています。ウクライナ国防省の情報総局の報道官は地元のテレビで、軍や抵抗運動、ウクライナの統治回復を願う地元住民などの組織的な活動が続いていると話して、ウクライナの関与を事実上認めました。ロシア軍の前線への補給を断つことを狙ったウクライナの地下組織による破壊工作とも見られています。ウクライナヘルソン州とクリミア結ぶ橋、ウクライナが攻撃をしたという、こういうニュースですが、この狙い含めて内藤さん、これはどうお考えでしょう。補給路断つのは基本中の基本ですからね。そうですね、ですからこれはクリミア大橋もこれ破壊しましたし、今度ウクライナ側からも破壊して、とにかく孤立させて、でロシアがその軍隊をその維持できなくなれば、それは降伏に近づくということですから、当然のことだと思いますが、はい。でウクライナのゼレンスキー大統領ですね、22日ロシアがウクライナのザポリージャ原発で放射性物質の放出を伴うテロ攻撃を計画していると主張しました。ザポリージャ原発、ロシアが現在占拠しています。でこれに対してロシアのペスコフ大統領報道官は、最近も IAEA 国
際原子力機関のグロッシ事務局長がザポリージャ原発を訪問したばかりで、ゼレンスキー大統領の主張はいつもの嘘だと反発をしました。ロシアがザポリージャ原発のテロ攻撃を計画しているという、まあ、このゼレンスキー大統領の指摘ですけれども、これはどうなんでしょうね。まああり得るでしょうねというふうにしか言えない。もう今ロシア何でもありですからね、あの人たち、はい。まあ、ですからおそらくゼレンスキー大統領としては気をつけろっていうことなんでしょうね。だから少なくともあのゼレンスキー側はウクライナ側はそのテロをやりかねないという警戒はせざるを得ないですよね。はい、続いてはこちら、毎日新聞。ドイツの反移民政党支持率2位、ウクライナの避難民急増が背景。ドイツの排外主義的な右派政党 AFD ですね、ドイツのための選択肢の支持率が急上昇して、ドイツの政界に衝撃が広がっています。一部の調査によると、ショルツ首相の中道左派の与党社会民主党と並ぶ2位に浮上したといいます。ドイツの公共放送が1日に公表した調査によると、中道右派の野党連合キリスト教民主社会同盟の支持率が29%とトップで、2位は、このドイツのための選択肢と中道左派の与党の社会民主党が 18% で並んだといいます。で、このドイツのための選択肢 AFD の支持率はその後の各種の調査でも軒並み上がっているといいます。で、このなぜ支持が上昇したかというと、ロシアの侵攻を受けるウクライナからの避難民が急増していることが背景にあるといいます。ウクライナ侵攻が始まった2022年には他の国からドイツに逃れてきた人は126万人、このうち100万人を超える人がウクライナからの避難民でした。シリア、アフガニスタンなどからの難民申請者も急増傾向で、各自治体では宿泊施設、語学学校の不足が深刻化しています。こうした状況が反移民政策を掲げる AFD ドイツのための選択肢への支持が高まっている主な要因と見られています。ドイツで反移民政策を掲げる政党の支持率、まあ、これが上昇しているということなんですが、内藤さん、この国民の意識っていうのが変化しているようですね。いや、それはそうだと思いますよ。やっぱりですから、ウクライナの難民受けるにしても、短期的だったらそれゲストで受け入れて構わないですけど、これ1年2年となればやっぱり彼らもドイツ社会にきちんとその馴染んで、ドイツ社会の規範を、守って、なおかつやっぱりその生活者としてきちんとやってくださいという、はい、そうだとやっぱり目の見切れないですか ら、 だからウクライナ の、 その戦争が長引けば、避難していった人たちが、まあ、いずれ帰るにしても、こう数年レベルでいれば彼らもきちんとその仕事ができる環境、あるいは それぞれの社会に貢献して一員としてやっていく環境にしないで、ただただお客さんで抱えているということになれば、それはいい加減にしているという声が出るのは当然だと思うんですよ。で、ただ気をつけないといけないのは、当然ロシア側はやっぱりそういうところでやっぱり分断工作仕掛けてきますんで、変に乗っちゃいけないというところあると思うんですね。で、特にこの AFD というドイツのための選択肢というのは、彼らだけじゃないんですけども、このメンバーが先日ドイツで反日避難とかっていうクデター騒ぎありましたよね、あそこにここのやっぱり議員なんかが関わってたりなんかしたということもありますんで、やっぱりそうおかしな人たちっていうのが工作活動になってきますんで、そういったところはやっぱりこれ警戒は必要ですよね。まあ、ただだからといってやっぱりちょっとリベラル側の人たちみたいに移民でも難民でも何でも入れればいいっていうふうには、それはさすがに無理ですよ。はい。で、この AFD の躍進について、ドイツのショルツ首相はヨーロッパで支持を伸ばす右派ポピュリズム政党に触れ、大きく変動する時代の中で将来に確信を持てない市民が過去を賛美する政党に共感している、まあ、こういう見方を示したといいます。まあ、ショルツ首相も危機感抱いてるってことですね。だから、あとはこのやっぱり左派系の人たちの見方が、これがやっぱり非常にバランスが悪いですよね。過去を賛美するだけじゃなくて、例えば日本でも先日の LGBT の問題もそうですけれども、自国のやっぱり伝統的な価値観を無視して
リベラルな価値観を押し付ける、そしてその文句、環境でも何でもそうですけれども文句を言うやつはなんだ、すぐそのあのクレーム言って押さえつけちゃう、頭ごなしに押さえつけちゃうっていうようなことをやれば、これは反発を招くわけで、やっぱり左派側の強引なそのグローバルだったりリベラルだったりっていうことに対する反発があるんで、彼らがそこを反省しないでですね、全てその保守系の人たちはポピュリズムだとかですね、何でもかんでもすぐ排外主義というのは、それは問題の解決にならないですね。だからやっぱり左派側がですね、かなり無理なことをやってきた、その反動はこれは確実にある、でだけどそうするとやっぱりそういった人たちをやっぱりロシアみたいなところがやっぱりこう工作にかけてきますから、はい、やっぱりその辺バランス感覚が大事というようなことしかちょっとありきたりですけど、そうとしか言えないですね、はい、時刻7時32分です。時刻7時34分です。今朝のコメンテーターは郵便学者内藤陽介さんです。中国の通信機器大手ファーウェイと ZTE の従業員が中国がキューバに置いた情報収集のためのスパイ施設に出入りしていると、アメリカのウォールストリートジャーナルの電子版が報じました。中国政府が通信会社をキューバでスパイ活動に利用している可能性があるとしています。アメリカのバイデン政権は中国がキューバで情報収集を拡大する取り組みを続けていると警戒をしていまして、両者めぐってはアメリカなどが安全保障上の脅威があるとして排除を進めています。ファーウェイと ZTE はそれぞれ声明で根拠がないとしてスパイ施設との関与を否定したということなんですが、こういう動きがあるとアメリカは言ってるんですね。だからファーウェイと ZTE の、 個別の、ね、摘発されている人がどうかということはちょっと事実関係別として、中国がキューバに拠点を置いて通信傍受の施設なんかを置いてかなりやってることは事実なんです、はい、でこれはもうトランプ政権からバイデン政権に引き継ぎの時に問題になってるんですよ、で実はこれが急に出てきたのは気球騒動あったじゃないですか。ありました、2月でしたかね、気球どっから飛んできたのっていう話で、改めてここだよねっていう話なんですよ。でそれで今の文脈で出てきたのは最初はだからそれほど騒ぎになってなかったのが、来年のやっぱり大統領選挙にらんでですね、トランプ時代に野放しにしてたからこんなひどいんだと、俺たちがこれだけ抑えてるんだということをバイデンは言ってるんですよね、で悪いのはみんなトランプと共和党時代だみたいなことをいう大統領選挙にその使ってるという面があるんで、この中国の工作を抑えなきゃいけないということも、もちろん重要、その通りなんですが、はい、それと同時にこの問題が今出てきたってのはアメリカのやっぱり国内 の、 その政治状況ってのはこれ多分に反映されてますね。ああそうなんですね。まあね、このつい先日ブリンケン氏がですね、国務長官が、中国行ってね、何かこう上から目線で見られた中国からですよ、これ失敗だったんじゃないかとかいろいろ言われてますもんね。いやだってこれをブリンケンが行く前に、問題になったんですよ、大掛かりに、その後にだけどブリンケンはそれこれけしからんで、トランプの時代の手抜きがで俺たちは尻拭いを今してるんだみたいなこと言って、この問題が中国の今度の訪問に影響を与えることないとかっていうふうにブリンケン言っちゃってますから、だからやっぱりこれをむしろそのキューバをめぐる対策で、いやもう一回その共和党なんだか偉そうなこと言ってるけどぬるいじゃないかみたいなふうに国内的には彼ら持ってきたいんですよ、はい、ですから共和党と民主党のね、来年の大統領選挙に向けて の、 ニランデの話じゃないですか、それとは別にアメリカがやっぱりラテンアメリカに対する中南米に対するそのコントロールが効かなくなっているということなんで、それはそれでこれ深刻な問題であることは事実です、はい、時刻7時37分です。この後は武田鉄矢今朝の三枚おろしです。今朝のコメンテーターは郵便学者内藤陽介さんです。読売新聞から、広島市は昨日平和記念公園とアメリカハワイ州のパールハーバー真珠湾の国立記念公園姉妹公園にする協定をアメリカ側と結ぶと発表しました。5月の G7 サミットの開催を機にアメリカ側から提案があったといいます。今月29日に在日アメリカ大使館で調印式が開かれます。パールハーバー国立記念公園には旧日本軍が1941年にアメリカの太平洋艦隊を奇襲した真珠湾攻撃の歴史を伝える記念館などがあります。発表によるとアメリカ側は提案理由として平和記念公園と
パールハーバー国立記念公園の目的が太平洋戦争の理解と平和の推進で、この共通していることを挙げています。広島市は核兵器廃絶の機運醸成につながるとして受け入れました。協定の期間は5年間で平和記念公園とパールハーバー国立記念公園の資料を活用したこの企画展ですとか若い世代向けの平和教育などで連携をするといいます。広島市は未来志向で共通の理想を達成したい、まあ、こういうふうに言っているわけなんですが、平和記念公園とパールハーバー国立記念公園姉妹公園にするというこの動きですね。これは内藤さんはどういう印象をお持ちですか？いや、姉妹都市ならぬ姉妹公園というのがあるんですね。ですね、不勉強で初めて知りました。はい、でこの平和記念公園とパールハーバー国立記念公園の目的が太平洋戦争のこの理解と平和の推進で共通しているという、まあ、このアメリカ側の提案理由ですが、これはどうなんでしょうかね。これはこの間のサミットでもそうですけれども、今まで第二次大戦の、まあ、少なくとも国連中心での秩序っていうのが第二次大戦の戦勝国と敗戦国で分けてたわけじゃないですか、はい、それをこの間のサミットで G7 の首脳が原爆慰霊碑に献花をして、はい、今回こういうことをやるっていうことは第二次大戦も完全に歴史にしようと。だからもう要するに第二次大戦の勝ち組負け組というところではなくって、日本はだからその負け組のステータスをやめさせて今度は次なる負け組はロシアにしようというわけですよ。はあはあ、で要するに世界のその治安を乱した悪党は今まで日独だったのを今度はロシアをその場所に置き換えるというそういった大きな流れなので、ここはやっぱり今度こそ勝ったグループに日本は入らなきゃいけないんです、はいね、だからやっぱりこれはこれでアメリカ側からせっかくこう言ってきたのでこれやっぱり乗っからないとダメですよね、まあ、核兵器廃絶とかそれはまあ結構な理想かもしれませんが、そんなことよりもむしろこういうその大きな流れに乗らないと、国の動きとしてですね、世界の流れとして、もう今悪いのはロシアというふうな形で動いてますから、それにやっぱりだから変なふうにロシア擁護したりそういうような人はダメです、はい、内藤さん今朝もありがとうございました。この後はお隣さんをお送りします。おはようテラちゃん、また来週です。今日もいい一日になりますように。